野党の役やってるわけですから、まあ、そうなんですけれども、与党である市長や区長や知事プラス、区役所、市役所、県職員、それらが野党で、議員たちの勝手な要求、わがままを却下する、こういう構図になっております。でも皆さん、よく考えてください。福祉をくれくれ、教育費の補助をくれくれ、ガソリン税、還付金くれくれ、これ行政に対してくれくれ言うことはですね、増税してくれ言ってるのも同じなんですよね。ですんで役所や政府や行政にちょうだいちょうだいくれくれ言ってるあなたは増税されても構わない、そういう方たちなのであります。今日本では年収1000万円ぐらいの人が一番ですね、あらゆる恩恵から外されて、税金はたくさん取られて、不公平感を持っていると聞いております。区民税、実は豊島区で免除されている世帯がなんと10万世帯あるそうであります。豊島区の人口は29万人ですから、10万世帯が区民税を免除されている低所得層と、豊島区なんでそんなんでやっていけんの、不思議に思われる方がいらっしゃるかと思いますけれども、豊島区には池袋や巣鴨といったですね、皆さんがよそから来て金を落としてくれる場所があるんで、割と豊かであります。その豊島区でもですね、生活保護のお金っていうのは結構大変なことになっておりまして、私は豊島区議会で3回ほど外国人生活保護は反対であるというような演説をさせていただきました。私が外国人生活保護に反対の理由は3つあります。まずは外国人に生活保護を与えている国など世界中どこにもないことであります。なんで世界で唯一日本だけが外国人の生活を保護しなくてはいけないんでしょうか。こんなことが世界中に知れ渡れば、働きたくない怠け者で能力も高くない外国人が日本を目指すようになってしまいます。日本に行けば金がもらえる、生活を保護してもらえる、こんな不届きな外国人が世界中から日本に押し寄せたら、我々日本人の生活は破綻してしまいます。我々日本人はみんな親戚でですね、一つの答えのように行動するということを捉えさせていただいております。現にですね、豊島区議会でも立憲の議員が実は私の遠い親戚でありました。日本人ならば10代20代遡れば全員親戚であります。皆さんは意識してませんけれども、そのように行動なさっております。店員さんのために食べた後の食器をまとめるのは日本人だけだそうであります。店員さんも親戚だからというのが薄々分かってるんですよ。教えてはもらえませんけれども、親戚のために道路にゴミを捨てない、こういう考えができるのも日本だけであります。それがですね、親戚でも何でもないよそから来た外国人になんで生活保護を与えなくてはいけないんでしょうか。なんで生かしておかなければならない理由があるんでしょうか。生活ができないほど困った外国人はその祖国が面倒を見るべきであります。生活に困った外国人の面倒を見るのは
日本人や日本の政府であってはいけないと思います。そんなことをしたら全くキリがなくなってしまいます。世界中から怠け者の外国人が押し寄せてまいります。外国人の生活を保護する金があったらば日本人の生活保護の人を困っている人を、多く一人でも多く助ける、これが日本人として当たり前ではないでしょうか。日本だけ一方的すぎませんか。日本には世界唯一スパイ防止法がないであるとか、世界唯一日本人は黙って殺されるという内容の憲法9条なんていうおかしなものがあります。日本は全然普通の国ではありません。外国人に生活保護をやるのもその一つであります。日本は特殊な異常な国であります。私は日本と日本人の親戚のために日本を普通の国にしたいのであります。で、外国人生活保護に反対する理由は法的根拠が全くないということですね。70年前ぐらい、68年前の厚生省の局長が当面の間外国人の生活も面倒見てやる、通知を出したんですけれども、当面の間といってですね、もう70年間もそれが続いておりまして、この前豊島区の区長に尋ねたところ、厚生省のその70年前のおかしな通知にですね、区役所が逆らうことはできないそうであります。それをすると違法行為、向こうは法にのっとった通達であるので逆らえない。なので今でも漫然と外国人に生活保護をあげている、そういう話でした。外国人の生活を保護してやれ、この通知を出した局長は選挙で選ばれた人間ではありません。一公務員であります。せいぜい受かったとすれば採用試験、そのぐらいであります。その一公務員が出した通知にですね、選挙で選ばれた議員が国民に政治を託された政治家がなんで従っていなくてはいけないんでしょうか。そんなの民主主義ではありません。国民の代表がこれを行使する政治権力、それは決して厚生省の局長ではありません。投票によって選ばれた政治家が政治権力を行使すべきであります。ですがこんなおかしなことが70年間も続いている、一体どれほど70年間の間に我々日本人は外国人の生活を保護するためにお金を使ったんでしょうか。累計を調べてみるのも面白いかと思います。累計を調べて額が出たらばきっと頭に来て寿命が減るに間違いありません。我々の税金は外国人の生活を保護するためにあるのではありません。困った外国人は祖国に帰ればいいのであります。自分のところの大使館や領事館に相談すればいいのであります。どうして豊島区内で困った外国人が豊島区役所に来るんですか。大使館に行けばいいじゃないですか。自分の領事館に行けばいいではないですか。おかしいとは思いませんか。困った外国人が日本の市役所区役所に相談する、おかしくないでしょうか。そんなのは自分の国に相談すべきであります。またその国は自分のところの国民なんですから面倒を見るべきであります。日本の
市役所、区役所に生活に困った外国人を押し付けて知らんぷり、こんなのおかしくないでしょうか。有効有効ってうるせえ国ほどこういうずうずうしい真似してるんですよ。おかしいですよね。星名国はなんとアメリカ人の生活保護もおりました。世界一豊かな国のはずなのに、自分の国の国民も面倒を見れなくて、日本に自分の国のアメリカ人の生活の面倒を見させている恥知らずな国家、それがアメリカであります。まあ、もっともっと恥知らずな国家がいっぱいありまして、そんな恥知らずのアメリカでも影が薄まってしまうのであります。というわけで、私は外国人生活保護はおかしいんだ、不自然だ、やるべきではないんだ、日本人がなんでそんなことに首を突っ込まなくちゃならないんだ、というようなことを訴えさせていただいております。7月10日投票日ですけれども、そうだよな、おかしいよな、日本人だけがなんで外国人の生活保護をしなくちゃいけないのって疑問に思った方は、私にご投票ください。ひらがなで靴沢、言う場合はですね、ちょっと言いにくくて、つくざわとか、口沢とか、福沢とかいう人が結構いるんですけれども、ひらがなで靴沢と書いていただければ有効になると思いますので、7月10日の投票日はよろしくお願いいたします。大きな声でお騒がせしました。以上になります。ありがとうございます。